そうじゃん。ちょっと怪しいな。初めてです。まあ、誰に詩を見せるかを選べる。まあ、好きな準備んじゃない、これは。まあ、じゃあ、まずはユリからかな。OK。ユリが一番経験豊富みたいだから、彼女から始めよう。きっと公平な意見をくれるだろう。俺は、詩を読むユリの目が輝いていくことに気がついた。素晴らしい。ん？何か言ったか？ん？もしかして、口に出してしまってました。ユリはまず口を覆い、それから顔全体を覆ってしまった。私、きっと、嫌われますね。ベイヤーには見えちゃってんだよな、中の心。お前は別に何もおかしなことはしてないと思うぞ、ユリ。それは、そうですね。なんで私はこんなに緊張しているんでしょう。俺のことが好きなんだろう。あいつ笑いされたの。ユリは息を整える。それで、あなたはどのような執筆経験をお持ちなんですか？比喩表現と暗喩？うん。の使い方から、これまでにあなたが多くの詩を書いてきたことが見て取れます。たかみ、そんなに詩を書いてきたの？初めてです。ちょっと俺らに見してよ。え、初めてです。合流するじゃん。ちょっと怪しいな。初めてです。そうなんだ。あっくり変わった。入れ替わった。進めた。その評価は身に余る光栄だな。実を言うと、これが初めてなんだ。本当に。え？ユリはポカンとしながら俺を見つめ、それからもう一度死の方に目を落とした。ええ、わかってます。ただ、その、ユリはだんだんと声を落とし、何も言えなくなっていった。彼女はまるで徹底的に解説する。解説はしてない。徹底的に解析するかのように、俺の詩に書かれた単語一つ一つを指で辿った。はい。わかりました。そう思ったのは、ここが理由ですね。この詩には、新人の書き手にありがちな独特の癖が見られるんですよ。私にもその癖があったからわかるんです。新人の書き手の一番わかりやすい特徴は文体について考えすぎることですね。文体とテーマを別々のものとして考えて、その二つを合わせようとしてしまうことというか。わかんないっす。うん。そうなると文体と表現力、その両方が弱くなるんですよ。いや、言ってることは、なんとなくわかる。ユリは一旦話の流れをつかむと、饒舌に話し始めた。言い淀むことはなくなり、まるで専門家のような話し方だ。もちろん、それは非難されるようなことではありません。簡単な詩を書くにも、たくさんのスキルやテクニックが存在するんです。そういうものを習得したり、磨いたりするだけではなく、きちんと組み合わせて使うのが一番難しいことかもしれません。時間がかかるかもしれませんが、練習したりお手本から学んだり、新しいことに挑戦し続けたりすれば、きっと身につきます。めちゃくちゃそれっぽいアドバイスくれるよね。同い年とは思えない。うん。同い年？まあ、先輩がいいです。そこはこだわりを持ってる。まあ、うちらの中ではじゃあ、ゆりちょい、一個先輩にしとこうか。あ、20歳以上になるじゃん。うちらの年齢からじゃない。ふーりだな。ふーり。だから、ふーり、さより、うん。モニカは2年生。ゆりは3年生。なるほど。うん。夏希は1年生ぐらいのイメージでいい。じゃあ、文化祭で出場するわけだ。まあだから文化祭が最後になる。あ悲しんでる人がいる。自分がつけた設定で悲しんでる人がいる。まあ、文化部は大体そうだよね。まあ、
文化祭が最後だから。今言った一言で理解したからそうだよ。あって言ったあじゃねえよ。思わず心の声が他の部員の皆さんからも有益な意見をもらえるといいですね。夏希ちゃんはちょっと物の見方が偏ってるかもしれませんけど。あら、偏ってる？どんな風に？なんでもないです。気になるな。濁したね。こうやって人の話をするものではありませんね。他の飛ばしたね。ごめんなさい。大丈夫だよ。ユリは自分自身に謝っているのか、それとも俺か夏希に謝っているのだろうか。そろそろお前の詩を読んでもいいか。はい、お願いします。なんでお前ってすごいのこいつ。まあ初対面で夏希って呼んでるからね。まあね、すごい。もしかしたら背が低いだけで夏希先輩かもしれないかね。うん。ああなるほど。この作品の背後にある思考の流れについてとっても話し合いたいです。ユリはまるで滅多にない機会が訪れた、滅多にない機会が訪れた。もう最初から読み直してくれたったら。ユリはまるで滅多に、一番ひどかった。滅多にない。これ全部残るかな。全部多分自分でショートに使うよ。そう。自分で素材あげるとは。ユリはまるで滅多にない機会が訪れたかのような夢見る笑みを浮かべていた。それはそれで不思議なんだが、だってここは文芸部なんじゃないのか。そうだ、私がめんどくさいんでこうか。めんどくさいって言った。だから言ったんだよ、長いって。なるほど。明かりの下の幽霊、絡みつく私の髪が琥珀色の明かりに照らされる。青色だね。え明かりに浸る。こうでなければ、時という名の試練に耐え続けた最後の街灯の明かりに、未来の病的な青緑色に変わった未来の病的な青緑色にとって変えられる前の最後の、変わられる前のテイプが多いんだよな、この作品。未来の病的な緑色にとって、青緑、青消えた。あ本編はこれ全部ちゃんと読めてるところで止めるから、じゃないと長いから。未来の病的な青緑色にとって変わられる前の最後の街灯の明かりに浸る。穏やかに今は呼吸し、過去に生きる。明かりが揺らめく、私は揺らみ返す。お見事。字が汚くてすみません。それで謝るんだったら俺はどうすればいいんだ。地面に埋まればいいか。お前の字上に入れとく。やめろ。全く同じ文書けばいい。3人分並べる。写真撮って。俺もあんま綺麗じゃないんだよな。え？え、疑われた。そんな。止めるなんて。今編集点だったじゃん、ちょうど。そんなこと全くないぞ。読むのに時間がかかっていたので。いや、これはマスクを読み間違えただけだ。時間かかったな。まあ手書きの字は普段あまり読まないから。でもすごく綺麗な字だと思うよ。え、それならよかったです。だからフォローだけはうまいね。だけはね、うん。いや、その前の文がさ、やばいのよ。あ、まあね。あの、なんだろう、素直すぎる。あ、まあ確かに。ああ、確かに。あと、詩もすごく良かったよ。短いのに、すごい描写力だ。短すぎませんでしたか？普段は、もう少し長いものを書くのですが。いや、いいと思うよ。気に入っていただけて良かったです。実は、あなたに見せるのは初めてだったので、
少しマイルドに仕上げようと思ったんです。ほら、意識されてるよね。まあ、そうだよね。フーリが読むの初めてだからっていう感じで合わせてくれてるんだろうね、多分。まあ、ここはあれだよね。意識されてるところか、うん、排除されてるところかだよね。うん、の違いだと思うよ。では、電車で。はははは。消化しやすいようなものと言いますか。幽霊とかが好きなのか。その詩は幽霊の話ではありませんよ、フーリさん。あ、もうね、読み方が完全に失礼だろ。ああ。そうなのか。フーリに聞かれたわ。どうやら、よくわかってなかったみたいだな。確かに、あなたは一度目を通しただけかもしれませんが。覚えておいてください。詩人は、思考、感情、経験などをその作品で表現するんですよ。発想場所とかね。詩人はいつも単に物語を書いたり、絵を描いたりする以上のことをしているんです。例えば、この詩では、詩の主題を象徴的に幽霊としてなぞらえているだけだと考えられます。過去を手放すことができずに、唯一の安心できる場所に残っていて、そして、もうすぐ、すべてをなくしてしまう。そう聞くと、すごい真面目な詩なんだな。そこまで考えてなかった。感動したよ。え、大したことではないんです。フーリさんのもとても良かったですし。いや、ユリの詩から勉強させてもらいたいぐらいだ。そうなのですか。あ、もちろんだ。ああ、実は詩の交換だなんてすごく緊張したんです。ですが、結果的にはとても楽しめました。フーリさんのために今後も頑張ります。ああ、俺もだ。